皆さんこんにちは。大谷大学歴史学科で東洋史を教えています井黒と言います。7月19日のオープンキャンパスでは模擬授業を担当します。模擬授業の内容は祇園祭りに関してです。祇園祭りの起源やその、歴史的な経緯や、さらに祇園祭りに関わるさまざまな文物ものを取り上げて、その国際的な交流の姿というものを、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。さらに模擬授業の後には皆さんと一緒に実際に祇園祭りの現場に行きたいと思います。南観音山という山を、見て、その説明を現場で聞いて、さらに直でいろんなものに触れていただきたいと思います。ぜひ、多くの皆さんとお会いでき、一緒に祇園祭に行けることを楽しみにしています。